プティブルードガスコーニュは、フランス原産のセントハウンド犬種の一つである。別名は、プティブルードガスコーニュハウンド、スモールブルードガスコーニュ、プティブルーガスコーニュなど。プティブルードガスコーニュ1500年代に誕生した古い犬種である。グランブルードガスコーニュを小型、重量用に小型化させ、かつ、それよりももっと扱いやすい性格に改良してできたのが本種である。 主にのうさぎやキツネを狩ることに用いられていた。パックで獲物の匂いを追跡し、発見すると自ら仕留めた。今日も多くが実用犬として用いられているが、ペットやドッグとしても近年注目を集めている。しかしながら、フランス国外ではほとんど知られておらず、国外では人気のない店主である。筋肉質で引き締まり、コンパクトな体を持った犬である。 足は長く、走るのが速い。グランブルーと比べて、力の面ではかなわないが、その分小回りの利く走りで獲物を仕留めることができる。マズルの長さは普通で、ストップは浅く、頭頂部は突出している。首は太めで頑丈である。耳は長めの垂れ耳で、尾は飾り毛のない垂れを。コートは滑らかなスムースコートで、毛色はブルーローンをベースとして、 ブラックのブッチとマーキング、そして目の上やマズル、胸部、足先などに、単のマーキングが入ったもの。体高50から60センチメートル、体重18から22キログラムの中型犬で、性格は明るく、有効的、人懐っこい。見知らぬ人や犬とも仲良く接することができ、番犬に向いていないと言われている。しつけの飲み込みと、状況判断力は良く、 ペットとして飼育するのにも向いた犬種である。ただし、猟犬のためよく響く吠え声を持つので、ペットとして飼育する際は無駄吠え対策が必要である。活発で、スタミナが多く、運動量は多い。ありがとうございます。